んばんは。ありがとうございます。ハートとおにぎりとおとい。お疲れ。結婚して。お茶。かわいい。牛乳。こんばんは。中村舞です。ちょっと今さっきお仕事が終わり帰ってきました 今日はホテル泊です。はい、こんばんは。ありがとう。雰囲気違う。そう、今日は全部メイクさんにお任せしてやっていただいて、そう、なんか多分いつもの自分のメイクと全然違います。髪の毛もなんかこの辺とか あんま自分がやんない感じ。前髪もそういつもの分けてる感じじゃなくて、違う。えらい、ありがとう。どうもありがとう。おにぎりもありがとう。プチプチもありがとう。ありがとうございます。違う人に見えるって言われる。中村舞です。こんばんは。お疲れ様です。そう、ちょっと、メイクが、目が違うのかな？いてて。なんか今日やってくださったメイクさんが「なんか骨格矯正とかやってるんですよ」って言って、すごいもう顔のマッサージをめっちゃしてくださって、マジで本当になんかすっきりして、本当になんかねすごかったの。骨格矯正みたいな。痛かったです。痛かったけど、なんかこの辺とか全部マッサージしてもらって、首からここにかけて。この辺とか全部も、そうなんですよ。左右を整えますって言って、すっきりしました。本当にありがとうございます。明日はね、アイドルズのイベントが、はい、あるので、イベント自体は2部制で、夕方と夜、夕方と夜っていう表現で合ってんのかな なんですけど、はすっきりしてるって。え、顔？行くよ、お待ちしてます。夜はね、何時からだっけ？ 8 時半だったかな？ん？ 8 時からだっけ？ 8 時半か。どっちだっけ？ちょっと遅めなんですよ。8時半だ。だいたい20時半から22時までには終わるかなって感じですかね。多分、そのぐらいには終わります。平日だから、そう、明日はね、金曜日です。花金。金曜日です。今日は一人部屋です。遅いね。なんか今日全然違うって言われる。嘘。キラーン。今日ね、あ、もう東京です。今日ね、そう、朝新幹線で東京来たんですけど、今日の新幹線はですね、 C 席だったんですよ。で、まあなんか
広島から東京までって片道4時間かかるんですけど、まあ、4時間ね、私はずっと乗ってるわけなんですけど、 A 席とか B 席の人はね、まあ、大阪から大阪で降りてとか、東京じゃないや、京都で乗ってきてとか、名古屋でとか、こうなんかいろいろとね、乗り降りが発生するわけですよ。人が変わるんですよね、横の人とかが。でめっちゃ混んでて、今日本当にもう3人びっちり座ってたんですよ。で私はまあ C 席で、でもう眠すぎて、朝だったんでね、寝てたんですけど、そしたらなんか今日はもうなんか A 席の人も B 席の人もなんかすごいね、もう私のことをねジャンプして乗り越えてきたんですよ。私もうめっちゃ目が覚めて、それでなんかヒューンってなんか飛んでみたいな、もう私が寝てたから、私が私のことをピョンって乗り越えて A 席と B 席に人がどんどん入れ替わっていったんですよ。もう今日みたいなことはなかなかないので。そうなんです、今日はすごいびっくりしましたね。でなんか机を出してなかったんですよ。そうで、あの新幹線の机出してなくって、でなんかでも荷物をもう上げるスペースもなかったんですよ、そのキャリーケースをね。なんでキャリーケースをもうそのまま置いてて、下に寝かせてて、そしたらみんな A 席の人も B 席の人も私のことを起こさずにもうジャンプしてきて、そう飛び越えて乗車。まあね、一回一回ね起こしてたら多分申し訳ないと思った。もう一回すごいね高飛びみたいにね飛んだ人がいたんですよ。本当にもうすごいジャンプ力で飛んで着地して B 席に、で私めっちゃびっくりして飛んだ、本当にすごかったんですって今日の新幹線。毎回なんか新幹線ってさ、いろんなことが起きるんだけど。ありがとうございます。もう4時間をかけて来ました。夢見てた、新幹線で夢見てたわ。なんか新幹線に乗って寝てたんですけど、山手線に乗る夢を見ましたで山手線に乗ったんですけど、なんか内回りと外回りを間違えて別の方向に行って、なんかもう変な方向に行って仕事に遅れる夢を見たんですよ。で新幹線降りて、そこからちゃんと山手線に乗りました。ちゃんと正しい山手線に乗って仕事場まで来ました。夢では間違えたけど、夢から覚めて間違えずに来た。本当にありがとうございます。間違えないように夢が教えてくれた。でも私はマネージャーさんに基本ついていくので、本当にあれなんだっけ、ひなみたいにお引っ越し中の後ろをついていく、あ、カルガモ、カルガモのヒナ。ありがとう。
コーンありがとう。すごいね、今日はねめっちゃ雰囲気違うってすごい言われる。良きですか。でーん、ストレートでーす一応。ありがとう。明日お会いする方は楽しみに待ってます。にぎりとハートありがとうございます。顔周りの巻き方かわいいね。これでしょ。やんないよ。明日はどんなことやるか。明日は明日はですね、ドラマを撮影したんですけど、前にそのドラマをちょっとどんな風に撮影したとかいろいろ話したりとか、ちょっと見たりとか、あとは抽選会やったりとか、あとはパフォーマンスしたりとか、そういう感じです。ちょっといろいろとあります。ペンライト使えるか。でも光ってたら嬉しい。でもどうなんだろう、ペンライト使えるかどうかってあんまり聞いてなかったな。なんかね、場所が映画館っていうんですかね、なんかそういうところなんで、会場が使えるのかな、わかんないよ。なんかじゃあ持っていく。ありがとうございます。映画館っていうか、なんていうんですか、映画館って言っていいのかな、映画館。見ます。今日は初めて顔合わせしたんですよ。アイドルズのドラマを撮ったけど、全然会ってなくって、そう、竹本くるみさん、本村葵さん、初めてお会いして、初対面
今日はよろしくお願いしますをしました。でもなんか言うてね、あんまりそんなにちょっと話す時間がたくさんあったわけじゃないのでちょっとあれだったんですけど、そうなんですよ。ありがとう。そうなんです、明日はね一緒に、そう、あとキラちゃんと5人でイベントさせていただくので、千穂ちゃんもそう、千穂ちゃんも一緒でしたよ。ゆくぱありがとう。人見知り、どうだろう、してるかもしんない、いやわかんない、なんか なんかさ、私さ話すのさ、なんかめちゃくちゃさ、なんか会話の間が下手なんですよ、すごい。だからさ、なんか独特の間を与えてしまってさ、なんか与えようと思ってないのに変な間作っちゃうんですよ、たまに。なんかね、本当にちょっとね。申し訳ない。本当にありがとう。返事するまでなんか考えてるってのもあるのかな。マイチューワールドないですよ。ないですよ。なるほど、ハートとありがとう。今何時ですか。やばい、もう時間感覚がなくなってく。45分か。明日の予定でどこで公表してたか、X ですかね、私の公式、X のさ公式のアカウントでもリツイートさせてもらったんですけど、なんか結構先着順だったのかな、そう売り切れてたみたいな感じのも聞いたんですけど、そう、公式の方で、まいちゃんのリツイートで知った、そう、私もパッて、
おにぎりありがとう。クピカもありがとう。夜が売り切れてた知った時、なんかあれですよね、みんな多分仕事終わりとかにだってあれだもんね、金曜日だもんね。私さ、基本さ、新幹線とかじゃコンタクト入れてなくって、で、だいたい仕事場に行って、で、着いてからコンタクト入れるんですよ。なんか移動が結構いつも長いんで、コンタクト結構ギリギリまで入れないようにしてるんですよ。目がなんかしばしばしちゃうんで。で、今日もその仕事場行くまで全然つけてなかったんですけど、東京の、いや、あれ原宿かな、原宿でさ、もうさ、コンタクトつけてないとさ、めっちゃ怖くてさ、マジで歩くのがね大変で、いや、これはつけた方がいいなってちょっと思いましたね。今日歩くの結構、原宿、そう、原宿の方歩いたんですけど、マジでね、人がそうめちゃくちゃ多くて、いや、なんか平日こんなに多いのって思うぐらい人がいっぱいいて、メガネしないの？なんか家とかだったらいいんですけど、外でメガネができなくって、なんか酔っちゃう。家だったら大丈夫。じゃあ、ありがとう。いや、度が合ってないんじゃなくてね、なんかこう、こうあるじゃん、メガネって。このさ、この、この隙間？この隙間からさ、視界ってさ、ここだけじゃなくてさ、ここら辺も見えるじゃんか。この、ここら辺とかも見えるじゃんか。この辺見ちゃうよね。そう、縁の外見ちゃって。そしたらさ、見えとるとこと見えてないところがさ、混合してさ、めちゃくちゃ酔うよね、なんか。歩いとったら。気持ち悪くて。コンタクトになりすぎて、逆にメガネかけて歩くのが難しい。家でメガネをかけるのは全然あるんですけど、レンズでかいのに、もうこんなレンズだったら多分大丈夫かも なんかね、朝ね、タクシーに乗ったんですよ。広島駅に行くときにね、タクシーに乗ったんですよ。でね、なんかいろいろとね、もうなんか考えることが多すぎて、最近もう本当にもう朝から暗い気持ちだったんですよ、ズドーンって。で、まあ、乗ったタクシーの運転手さんがなんかめっちゃなんかね、どのルートから行きましょうかって言ってくださって、ではなんかお任せしますとか言ってて、じゃあこのルートから行くとなんかこの信号がこうなってこう早いかもしれないのでみたいな感じで、なんかタクシー運転手さんがなんかルートをなんか今日はこのルートで行きますみたいな感じでなんか提案して、そっから行ってくださったんですけど、そしたらめちゃくちゃ早く着いたんですよ。で、なんか、まあ、大体何分ぐらいで着くと思いますって言われてたんですけど、
それよりもだいぶ早く着いて、なんか言った時間にももうだいぶ早く着きましたってなってたら、なんかきっと今日なんか今日はいい日になりますよみたいな、なんか幸先いいです、些細なことですけどこういうことからいい一日はスタートしていくので今日はきっといい日になりますよって、すごいなんかいっぱいなんかすごい励ましの言葉をすごい言ってくれて、で私なんか急にめっちゃ泣きそうになって、なんかありがとうございますって思って、なんかすごい励まされて朝から、でなんかすごい暗い気持ちだったんですけど、タクシー降りる頃にはすごい気持ちが晴れて頑張ろうって思っていや本当になんかこういう人の言葉とかなんかすごい励まされることが、たくさんあって、なんかね、そう今日もすごい励まされて頑張ろうって 思えたんですよそうなんか今日嬉しかったことかも。可愛い結婚してありがとう。弱ってる時、いやそうなんですよ、なんかすごいね刺さってね、なんかなんか今日はいい一日にしようって思いました、自らあの暗い顔するよりも。いやでも本当になんかすごいですよね、言葉とかそういうのって人をやっぱ動かしますからね、頑張ろうって思えるから、なんかそうですよっていうなんかねことがあったのありがとう、なんか感動して泣きそうになった、本当に本当ですか、みんなきっと明日もいい日になりますきっといい日が待っている、頑張ろうね、ドラマチック何にしよう明日、いや楽しみですね、私その完成形のドラマとかどんな一個もシーンとかも全然見てないんですよ、なんでめっちゃ楽しみです、なんかどんな風に映ってるとか知らないんで、皆さんと同じです、まだ何も知らない状態、ありがとう。そうでも全部視聴するわけじゃないんですけど、放送されるっていうか、そうなんですよ、公開はまだ先なんですけど、いろいろとちょこちょこと見たりする感じですね、自信のほどは どうじゃろうな、とっくりありがとう、だるまもありがとう、食パンもおにぎりもありがとう
な、壁薄ガチャガチャ言っとるわ。隣、隣か正面か分からんホテルあるある、壁が薄い。なんかドンしてる、ドン。いやー大丈夫ですか、ちょっと暴れてる私も配信終わったら暴れようかな。なんか歌ったりしたら響きそうだね、ここ。おやすみって言われる。おやすみ、ちょっと待って、壇上呼ぼう。コンフィーさん、はやりんごさん、アーリーさん、 NKQ さん、きなぺこさん、パフィーンさん、ボンちゃんさん、くまねパパさん、ココさん、どんべいさん、ピロミンさん、レクサーさん、やまみちさん、ありがとうございます。皆さん、明日は金曜日です遅い時間だったんですけど、見てくださってありがとうございました。皆さん、また明日お会いしましょう。私は明日も朝がちょっと早いので早めにお休みしたいと思います。もう脱力すぎてコンビニも行きませんマジで、おやすみなさいまた明日、また明日です。見てくれてありがとう。おやすみ。明日もいい日になれまた明日。あと、ラブ、またねー。